歌がモチーフである。何だろうが描かれた日本テレビの写機。日本テレビが開局40周年を迎えた1992年8月から使われている。日本テレビの開局40周年を記念して制作された。キャラクターデザインはスタジオジブリの映画監督宮崎駿で紅の豚の冒頭部分に登場している。宮崎によれば このキャラクターは性別もない架空の生き物で、C というなら誰の心の中にもいる好奇心や夢といったもののシンボルだという。当初は開局40周年のキャッチコピーである、みんなの中に私はいます。のキャラクターとして1年間限定しようとする予定であり、1993年から日本テレビ制作番組のクレジットは、 それまでの1978年に制定された日本テレビ社真、統一シンボルマークに代わってなんだろうが使用され、制作著作、フォティース日本テレビとされた。なんだろうのぬいんぐるみは1993年、午後は思いっきりテレビ、クイズ世界は、ショービー商売、マジカルズのパワー、などといった当時の日本テレビの人気番組のセットや司会席に置かれた。 前年の1992年は24時間テレビ愛の歌声は地球を救うの公式キャラクターオタマジャクソンが各番組に置かれていたが何だろうのぬいぐるみが引き継いだことで視聴者に知れ渡り人気が出たため正式に1994年以降もマスコットキャラクターとして設定され制作番組クレジットにも引き続き使用されたほか2013年までは 日テレの借機にも使用された。2004年から2013年までは日本テレビ関連会社の RF ラジオ日本でも何だろうが使われていた。企業ロゴとしての何だろうは2003年から配色が変更された。2008年1月1日から創立55周年に伴うキャンペーンロゴの使用に切り替えたためクレジットから何だろうは表示されなくなった。 55周年キャンペーン終了後の2009年3月30日よりエンドクレジットに何だろう表示が復活した。2013年1月1日より創立60周年に伴うキャンペーンロゴへの差し替えにより CS 放送と BS、日テレの一部番組を含め再びエンドクレジットに表示されなくなった。チャンネル名の日テレ G、日テレニュース24。 日テレプラスは2003年から使用している従来のロゴを継続使用していた。2014年4月以降、テレビ画面上で何だろうは登場しなくなり、事実上日本テレビのマスコットキャラクターはダベアが役割を担っている。ただし、何だろうの使用を終了するということではなく、今後も日本テレビのキャラクターとして継続して使用するとのこと。 2014年7月19日公開のスタジオジブリ作品思い出のバーニーの宣伝ポスターの右下には日テレの新ロゴ語でなく何だろうが黒の縁のみで小さく表記されている。また日本テレビが関わる映画の冒頭に表示されるロゴマークも例テレロゴ仕様に伴い一部変更され何だろうと日テレロゴが現れるまでは従来のまま最後に ロゴが回転しれてる論語とキャッチフレーズの、見たい、が世界を変えてゆく、が表示されるように変更された。ありがとうございます。